こんにちは、ニアータです。東京書籍、新編、新しい国語、4年、授業、朗読。ヤドカリとイソギンチャク。ヤドカリの仲間で、サンゴ礁に多いソメンヤドカリは、貝殻にイソギンチャクをつけて歩き回っています。観察してみると、ソメンヤドカリは、大抵2つから4つのベニヒモイソギンチャクを貝殻の上につけています。中には、9つものイソギンチャクをつけていたヤドカリの例も記録されています。このようなヤドカリの姿は、いかにも重そうに見えます。なぜヤドカリはいくつものイソギンチャクを貝殻につけているのでしょうか。このことを調べるために次のような実験をしました。まず、お腹を空かせたタコのいる水槽にイソギンチャクをつけていないヤドカリを放します。タコはヤドカリが大好物なので、長い足ですぐヤドカリを捕まえ、貝殻を噛み砕いて食べてしまいます。次にイソギンチャクをつけているヤドカリを入れてみます。タコはヤドカリを捕らえようとしてしきりに足を伸ばしますが、イソギンチャクに触れそうになると慌てて足を引っ込めてしまいます。ヤドカリが近づくとタコは後ずさりしたり、水槽の中を逃げ回ったりします。実はイソギンチャクの触手は何かが触れると針が飛び出す仕組みになっています。その針で魚やエビをしびれさせて餌にするのです。タコや魚はこのことをよく知っていて、イソギンチャクに近づこうとはしません。それでヤドカリはイソギンチャクを自分の貝殻につけることで敵から身を守ることができるのです。ではヤドカリは石についたイソギンチャクをどうやって自分の貝殻に移すのでしょうか。ヤドカリがイソギンチャクの針で刺されることはないのでしょうか。ヤドカリとイソギンチャクの関係を研究しているカナダのロス博士は、博士、ヤドカリとイソギンチャクがどのようにして一緒になるのか、水槽で観察しました。ソメンヤドカリを飼っている水槽に、石などについたベニヒモイソギンチャクを入れます。ヤドカリは自分の貝殻にイソギンチャクをつけていても、イソギンチャクを見ればいくつでも欲しくなるようです。すぐ近づいてきて、足を使ってイソギンチャクの体をつついたり、両方のハサミで引っ張ったりして、イソギンチャクを剥がしてしまいます。そして、抱えるようにして自分の貝殻の上に押し付けるのです。ずいぶん手荒な方法に見えますが、イソギンチャクは触手を伸ばしたままで、いかにも気持ちよさそうに見えます。針も飛び出しません。では、イソギンチャクはヤドカリの貝殻につくことで何か利益があるのでしょうか。ヤドカリについていないベニヒモイソギンチャクはほとんど動きません。ですから、餌になる魚やエビが近くにやってくるのを待つしかありません。しかしヤドカリについていれば、いろいろな場所に移動することができるので、その結果、餌を取る機会が増えます。また、ヤドカリについていると、ヤドカリの食べ残しをもらうこともできるのです。サンゴ礁の美しい海では、いくつものベニヒモイソギンチャクを貝殻につけたソメンヤドカリを見ることができます。ヤドカリとイソギンチャクは、互いに助け合って生きているのです。ヤドカリとイソギンチャク。
一緒に読んでくれたかな？上手に読めるようになるといいね。次の動画でまたお会いしましょう。またね。